今日ね、9年間使ってたホンダの仮払い機壊してしまって、これもう引退です。もう何があったかっていうと、2トンダンプに立てかけてたのさ。でその時もバタバタして、人が来るとか来ねえとか、あれやるこれやるとかさ、やってて、で日頃からね疲れが溜まってて、もう不注意でね、そのまんまバックしちゃって2トンダンプで引いてしまったんだよね。でわかるかな、歪んじゃったのさ。でエンジンの部分も踏んでしまってて、かかるんだけどもガタガタガタとか言ったりして、でかかったところで、この曲がってるってことは中のシャフトっていうか、それがまあ回転するものが歪んでしまってるから、もうまともに回らないっていうことで、もうこれはまあな、曲がりを直したとしても綺麗に直す技術は俺にはないから、もう引退だなということで、今日でお勤めご苦労様とね、引退してもらうことになりました。9年間使ったんだよこれ。本当にさ、9年使ってて、プラグは掃除したりはしたけども、プラグ交換もしたことないし、ね、掃除は外して掃除して、使えるから使ってたし、オイル交換ぐらいで交渉らしい交渉しないで、ずっと使えたの、本当に。で、本当に唯一壊れたってのが、ここの部分で、ここさ、アルミのテープ巻いてるんだけども、腰にね、腰つか足のところに当てて置いたところが、金属がすれて、穴が開いて、ね、まあ、ここ、中のね、回転する部分がもろ出しになってしまってだったから、もう引退だよなーと思いながらもさ、もうちょっと危ないよなーって、あれ見て巻いてごまかして使ってさはいたんだけども、愛着あるじゃん。もう9年もずっとさ壊れないでさ、いろんなところの草買ってさね、これのおかげですごい仕事がはかどって助かってさ、ほんとだから投げられないで捨てられなくてさ、騙しというかね、エンジン部分を全部バラして綺麗にしてさ、自分でさ直してさ、さすがにもうダメだなと思った時にバラしたら、それで生き返ってさ、それでもう一発指導でさ、9年経っても一発指導で動いてくれてて、愛着がすごいあったの。だから手放せなかったの。それを俺の不注意で2トンダンプで潰してしまって、もう歪んでしまって、エンジン部分もかかりはするんだけれども、もうね、変な音するし、これは危険だと思って、まあ、これはもうあれだね、定年退職、佐々木農園を初期の頃から支えてくれた相棒だけどもね、これを定年退職のタイミングだと思って、うんね、引退してもらうことになりました。で結局さ、何が良くなかったかっつうと、まあ俺が疲れすぎてるんだよね。結局今のところ4ヶ月ずっと休みなくで、朝の3時とか4時からやって、8時夜の長ければ9時とかまで仕事してさね、もう疲労もたまりすぎてさ、疲れてもうね、で YouTube もやりたいし、でも他の仕事もいっぱいあるし、もう畑もどんどんやんにゃまいねし、雨はいっぱい降ってじゃがいもおかしくなるしってさ、そういうのでもう全然さ休む暇なくてさ、そういうの、まあ原因っちゃ原因だよね、働きすぎっていうのもあるな。まあでも本当にね、ごめんね、本当に、だから本当もうでも休みたいけど休めないんだよ今のところね。もうあちこち仕事あるしさ、溜まってるしさ、お願いして伸ばしてもらってる状況のものもあるしさ、もうさお手上げ状態で、まあこの本田くんにはね、まあ引退してもらうんだけども、仮払い機ないと、もうすでにさ、草を刈ったり、庭のね掃除をする仕事とかも受けちゃってるから、どうするかっていうと、このにね、よいしょ、両備の、仮払い機があるんで、どうしたのかっていうと、買ったけれどもまともに使ったことがなくていらないからあげるっていうのはもらってたので、ね、もらってはいたけれども、お気に入りっていうか長年の相棒のホンダがいたから使ってなくて、そこにこう保管してたんだよね。でこれ
エンジンにさ、エンジンつか燃料入れてかけたら動くのさ。まあ、ちゃんと動くのよ。ほぼ使われてないからさ、全く使ってないと言ってもいいぐらいの代物で、っていうか、ちょっと長さがあるから映るかどうかわかんないけど、刃自体がさ、錆びてはいるけれども、純正品、最初からついてるものがついてるぐらいで、で、刃がね、丸くなってないから、これ、まともに使ってないな、と。うん。これ、持ってたの、おばあちゃんだったから、庭の草からに買ったけれども、使ってみたら、振動とか、あれがすごくて怖くて、使うのやめたっていうパターンかな、っていうぐらいの状態で、うん、だからこの両備くんを次の新しい相棒として使っていこうと思います。でね、これ機械のお話をするとさ、本田くんはさ、これフォーストエンジンなわけさ。フォーストってやつ、これね、本田くんね、フォーストエンジンで、両備くんはツーストエンジンなのさ。でフォーストって何かっていうと、車のエンジンと同じでオイルを交換して普通のガソリンを入れて使うやつのね。で、両備くんのツーストは何かっていうと、ガソリンとオイルを混ぜた混合燃料を使うやつなのさ。っていうと、振動が少ないのが、で、回転数が上がりやすい、吹き上がりがいいのが、ホンダのフォーストの方になるのね。この、まあ、ホンダくんの方になるんだけども、両備の、ツーストの方は、吹き上がりは良くないと。まあ、比べればね。で、振動も多いと。だけれども、ツーストの方が、回転軸にかかる力、トルクが強いということで、ね。そういう違いがあるのね。使用燃料も違うし、で、それで振動は強いんだけれども、で、吹き上がり悪いんだけれども、回転軸にかかる力、ね、車で言うとタイヤの、ね、軸だよね。にかかる、グッっていう力が、ツーストの方が強いということで、ね。で、実際持ってみると、こっち軽いんだよね。どっちが、ソーストの方が重いのか。だよな。そうだよな。部品数増えるもんな。うん。ね。まあ、どっちかというと、やっぱ、ホンダのさ、フォースト、やっぱ、音もいいしさ、バイク扱ってるような、ブロンブロンっていう風な、あれが好きでさ、ツーストだとなんかこう、まあ、確かに力強いのはわかるんだけども、うん。なんかこう、躍動感を感じないっていうか、のはあったんだけれども、でもこっちはこっちでいいから、次の相棒はこいつ、ツーストの両備くん、回転軸にかかる力は強いということで、ね、これから大活躍してくれることを期待して使っていきたいと思います。この黄色のね、黄色のイメージカラーの両備くんね、使っていきます。これいつ作ったやつなんだろうね。まあ何にしても、ね、両備くんどこまで俺のさ、洗い使い方、ね、結構な斜面とかもさ、ね、すごいスピードでやっていくし、俺さ、ね、回転数も上げて、キュン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 ってさ、一気に行く、早いんだよ。ね。だけども、それにずっとホンダは耐えてきたわけだ、ホンダくんはね。本当にお疲れ様。9年間そんな、本当にね、普通のさ、人の使い方じゃないからね。その辺の、ね、プロトーマだよりも、洗い使い方っつうか、もう早くやるために、早くやって、ガーっていく、早くて丁寧って評判でさ、さーっと行って、終わらせるんだけど、そのについてきたのよ、ホンダはね。本当に。だから、もしこの両備くんがね、ぶっ壊れて、私の買うってなったら、またホンダの仮払い機買います。これ買えば4、5万するんで、やっぱ相場的に見ると。俺も買った時、昔は出たばっかりで高かったから、5、6万。5万ちょ上のね、6万までいかないけど、そのくらいしたんで、今でも調べれば大体4、5万。安ければ3万後半とかで買えるのかなっていう値段だったんで、うん。ね。とりあえず、両備くんがいるから買わないけれどもさ、両備くんがちょっとまずいなってなってきたら、また絶対俺はホンダの仮払い機を買います。9年間、ほとんど壊れなかったんだから。てか、俺がこの2トンダンプで、不注意がなければ、まだまだ使ってたっていうぐらい、ね、頑丈っていうか、しっかり壊れない信頼性の高いものなんで、俺は仮払い機買うんだったら、俺はホンダを勧める。おすすめします。だからもう一回買う、また。両備くんがね、ちょっと悲鳴上げてきたらって話だけど、両備くんいる間は、両備くんに頑張ってもらうけど、絶対ホンダのね、ホンダ、この仮払い機買います、絶対。おぉ、長いから画像撮りにくいんだけどもね、この赤い、ね、トレードマークのさ、これまた買う、俺は。うん。
とりあえず9年間お疲れ様でした。まあ一緒に仕事したりする建設会社さんのところでこれ使ってるんで、これをパーツ取りとしてね残しとこうと思う。だからどっか壊れたってなったらこいつをばらして直す修理部品として残しとこうとは思います。そういうこともできるんでね、まあ使える部分もあるから、エンジンだってばらせば中で使えるとこもあるし、このレバー部分だって使えるしさ、ね、この先っぽのこの部分だって外してね、これだけでも売ってるんで交換品で、ここも使えるから、そういう使い方をしようかなって、うん、思っています。まあ、うん、本当にお疲れ様、9年間本当お気に入りだったんだよ、ね、これがね大好きでさ、ホンダの仮張り機使ってる人ってほとんどいない時からは使っててさ、本当にね音はいいしさ、振動も少なくて、最近はさすがに振動増えてきてたけども、本当にね助かった。すごい面積買ったよこれで。本当に仮張り機がないと俺はもう畑できないから、絶対切らすことできないんで、ちょうどあったからよかったけども、本当にありがとうお疲れ様っていうことでね、皆さんも仮払い機なんか不注意で壊さないようにしてください。こうやって見てればすごいやっぱ歪んじゃったな、本当にもう使えねえなっていうことで、まあ働きすぎ、休まなすぎ、頑張りすぎね、4ヶ月はさすがに、3ヶ月まではいかったけど、4ヶ月過ぎたらちょっと不注意っていうか多くなってきたから、これが自分の機械を壊した、自分の車両を壊したで済めばいいけど、これが人を引いてしまったになればもうダメだからね、適度に休みながらゆっくり仕事を休ませる、止めるってことはできないから、ゆっくりゆっくり慎重に仕事はしながら休憩を挟みながらやっていこうかなと思います。ちょっと応援も入りすぎたんだよね、いろんなところも、ね、だからゆっくりゆっくりやって、行こうと思います。とりあえず本田さん9年間ありがとうございましたっていうね、そういう不注意もあるから、暑さで不注意が出てくる時期でもあるから、皆さんもね作業気をつけてやってください。仮払い機を使ってる時に人に当てちゃったとかじゃなかったからよかったっちゃよかったです。不幸中の幸いっていうか、まあそういうこと言いたくないけどもさ、iPhone を潰してしまってすごいショックでさ、傷ついてんだけどもね、まあとりあえず自分の懐が痛んだぐらいで済んだから、自分の気持ちが痛んだ、がっかりしたショックを受けたぐらいで済んでるからまだいいよ。本当にこれは誰かをね傷つけてしまった、仮払い機ザシュってやってしまったじゃないから、だからまだ良かったっていうところでお休みをして、少しずつ回復しながらゆっくり休むことはできないけれども、ゆっくり、やっていきたいと思います。皆さんも気をつけて、日々過ごして仕事をして生活をしてもらいたいなと思います。俺もやらかしたんで、反省しますお休みしますんで、皆さんもぜひ体に気をつけて日々を過ごしてくださいということで動画終わりにします。今度からはこのりょうびくんと、頑張っていきたいと思います。